李事郎から762年10月22日は中国の政党の時代の詩人である。字は大白。号は小蓮公寺。当代のみならず中国史家史上において同時代の徒歩と共に最高の存在とされる。本当で変幻自在な詩風から後世に詩仙と称される。李白と徒歩は政党の詩を最高の水準に到達せしめた功労者であり、 お互い良き友人でもあったが、その指摘世界はかなり対面的な面がある。理白がロマン主義の代表者であるとすれば、徒歩は現実主義の代表者であった。これには二人の家庭環境のほか、理白が徒歩よりも十年以上早く生まれていることも影響している。同じく秋を歌っても理白は清秋、徒歩は日秋と表現し、酒を演じても理白は緑酒、徒歩は 学種の語彙を選ぶことが多い。李白の出自及び出身地には諸説あり、詳細は不明である。旧当女本連の記述では、東野の出身とするが、真の王などをはじめ、通説はこれを誤りとする。利用表の、総動修助及び反轄体制の、東左周囲官林学士示更新母比、さらに、これらを踏まえたとされる、北総の王様を収む。 新東女などの記述では、李白は、老、西郷利刺激圏の人で、西領の大祖部、勝利校の旧姓孫とする。李白の先祖は、随末の時代、何らかの事情で西域の東トルキスタンのあたりに、追放され、姓を変えてその地で暮らしていたが、中層の新流年間、西域から職に移住し、李白の誕生とともに、理性に服したという。二十世紀になると、 陳寅閣らが李白を、西域の悲観民族の出身とする新説を出した。日本の研究者でも、松浦智久などが、李白の父が、李客と呼ばれ、正式の漢人名を持ったという形跡がないこと、また後年の李白が家教を受験しなかったことなどを、根拠にこの説を指示している。現在の中国における通説では、李白は西域に移住した漢民族の家に生まれ、幼少の頃、 裕福な商人であった父について、最域から、諸の渡す正隆兼小連京に移住したと推測する。いずれにしても、遅くとも5歳の頃には、諸の地に住み着いていたと考えられている。李白牧引っかく寄った李白は高力士に靴を脱がせて、恨みを買ったという。総動修女、新母妃、新当女などが伝えるところによると、李白の聖母は大白を夢見て、 李白を解任したと言われ、名前と字はそれにちなんで名付けられたとされる。5歳頃から20年ほどの青少年期、職の少年教を中心に活動した。伝記や自身が書いた文章などによると、この間、読書に励むとともに、剣術を好み、任教の徒と交際したとある。この頃の逸話として、益州長子のイケルにその文才を認められたこと、 安ズ岩尾氏という忍者と一緒に秉山に陰性し、食の鳥を飼育し共に過ごしながら、同士の修行をし、山中の鳥も、李博を恐れず手から餌をついばんたこと、ガビ山など食の名称を渡り歩いたことなどが伝わる。725年、25歳の頃、李博は、食の地を離れ、以五十数年の間、長江中華流域を中心に、落葉を、体現。 東野などの中国各地を放浪する。自然詩人、毛光年との交友は、この時期とされ、名作、甲殻楼にて、毛光年の交流に、ノクを送るが作られている。732年、32歳の時、安陸の名家で、高層の最小であった元女子の孫娘と結婚し、長女李平陽と、長男李白金という二人の子が生まれている。740年、 高層ほら5人の同志と空山に集まり、地区系六一と呼ばれることもあった。また730年あるいは737年の頃に、長安に滞在して、主観を求めたというのが、近年の研究から通説となっている。742年の秋、友人元探求の尽力により、元宗の妹で女同士となった玉まま講の推薦を得て、長安に上京した。 幻想への越見を待つため、紫極宮に滞在していた折、当時の師団の長老である、が友明の来訪を受け、この時彼から名高い、卓仙人の評価を得ている。このように宮廷で有力な影響力を持つ二人の推薦を得て、同年の冬、李白は宮廷の管理ング部として、幻想に仕えることになる。以後の三年間、李白は朝廷で鹿を作り、 小直の奇想にも当たった。この時期、八木ヒの美しさを、ボタンの花に例えた、清志表情詩三種などの作品が作られ、宮廷文人として、大いに活躍している。だが、抜群の才能を発揮する一方で、ど歩が、李白一等歌百編、長安史上鹿に眠る。天使呼び来たれども船に登らず、自ら小すシーンはこれ酒中の戦都と歌うように、 霊法を無視した、放落な言動を続けたことから宮廷人との摩擦を引き起こし、744年、関官の高力士らの残言を受けて、長安を離れることとなった。長安を去った李白は、洛陽もしくは良園、総州で、土保と出会って、意気投合し、一年半ほどの間、公敵を交えて、山東、かなに一帯を旅するなど彼らと親しく交友した。 また、安倍中丸とも信仰があり、754年には、前年に、中丸が日本への帰国途中、遭難して死去したという知らせを聞き、明教皇を国葬を読んでその死を悼んでいる。安氏の乱没発後の757年、当時、李白は、炉山に陰性していたが、元宗の第十六子の英王李の幕僚として招かれた。だが英王は、イボ兄の縮僧が元僧に、 無断で皇帝に即位したのを認めず、祝宗の命令を無視して、軍を動かしたことから、反乱軍とみなされ、将軍の候補と皇敵の追悼を受けて切られた。李白も捕らえられ、人容で数ヶ月後に繋がれた。その後、裁官、創弱士の助力により釈放され、創弱士の幕僚となるが、結局は、祝宗の朝廷側から野郎への流罪とされた。 ハイルの途上の759年、白定城付近で罪を許され、元来た道を帰還することになる。この時の死が、早に白定城を発すである。斜面後の李白は、長江下流域の泉州を拠点に、再び各地を放浪し、762年の冬、泉州あたり、塗り剣の剣霊へ、利用票の邸宅で62歳で病死した。有名な伝説では、船に乗っている時、 酒によって水面に映る月を捉えようとして、船から落ち、溺死したと言われる。理白には、上記の即月伝説以外にも様々な伝説が伝わり、後世、巫女などの小説において、盛んに脚色された。理白の家族に関する記述は少ない。戦術の通り、理白は、巨婦人との間に二人の子を設けたが、婦人とは後に死別したとされる。その後、 南梁の粒子をめとったが、これは後に離婚したと考えられている。さらに東楼の帽子を即室に迎え、その間に、抜子の利天然を設けたという。また50歳を過ぎて、落葉で、中層の最小であった、創祖客の孫娘の創子を形質としてめとったという。李白の死は、寒義陸朝以来の中国史家の世界を集大成したものとされる。食道難。 昇進ロザンの幕府を望む、横絵詩などに見るダイナミックで、スケールの大きい合法さ、玉が四、聖意野詩の成長で繊細な世界、三中にて、俗人にこたう、月下独尺、三中にて友人と、大尺すなどに見える表一で、長続的な雰囲気など、詩の内容は多彩で変化に富んでいるが、総じて変幻自在で戦烈な印象をもたらす点が、特徴的である。 得意とする死刑は、ゼックと増減腰であり、とりわけ七個とゼックに優れる、唯一減損する理白の神筆。ありがとうございます。